パパパパ、パイナップリーン。うん。ということで始まりました。パパパパ、パイナップリン、ワロップ放送局より、本日はリモート収録。もうしばらくこんな感じでね、なんかリモートって言わなくても、もう今後、これがスタンダードなんじゃねえかな、なんて思ってますけれども、私が斉藤でございます。そして、前回に引き続き、愉快な仲間たちが集ってくれたのでですね、まずはね、自己紹介を、してもらおうかな。今回は先輩順にしていきましょうか、じゃあ。先輩順に。一番先輩から、まずはこの方。お前だよ、お前。そうだよ。チンタン、パイタン、ホク、ブータン、ブルルル、ラーメン YouTuber のブータンでーす。よいしょ。いや、ブータン。ありがとうございます。お願いします。僕の中ではまだまだ杉淵敦史なんですけど、いやそう本名をね言うとね、あのラオタの人がフェイスブック申請してきちゃってやめてください。いいですね、すっかり YouTuber になって、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましてこう言ってんこの方。どうも、石井てるみです。よろしくお願いします。あー、てるみ今日もコンディションいいね。いいでしょう。そう、ライティングとか結構気にしてるわけ。いや、あの前回よりでもちょっと照明の照度が下がったんじゃないの。前回鈴木園子さんみたいになってたからさ。本当？うん。あ、でもいいね、画質も。本当？本当です？あ、ちょっと今パソコンなんでね、うん、はい。なるほど、ね、やっぱズーム合コンね、参加した方がいいですね、うん。ズーム合コンは石井てるみのためにあるみたいなもんだからね。ってことですよね。はい。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、パパパパイナップリン最多出場のゲスト、この人お願いします。ミナクルの森本です。お願いします。森本くん前回も言ったんだけどさ、はいはい、もう森本くんはもうすごい出てっから、もう僕としてはそろそろ嫁のね、こう肉声とかを聞きたいから、今日ちょっとワンチャンあるの本当に。あ、今日ワンチャンありますね。で途中でちょっとボーナスタイム、僕がボーナスタイムって言ったら、はい、嫁を呼んでね。え、そんな企画の感じでやめてください。そんな、なんかさらっと出してください。それは、いやもう、急に誰かの話の途中で、すいません、ここで止めます、ボーナスタイムっていうか、そしたら嫁呼んでんの。おい、すっごいハードルで出てくるな、うちの嫁。エロい下につけてこいよ。いや、なんでやねん。ただのそれ、ズームセクハラだよ、それ。元警察官のトマスとブレイクダンサーのドイッチです。よろしくお願いします。ツイッターとか、はい、SNS 結構やってるんで、はい、よかったらフォローしてください、はい、こっちは、ハッシュタグマーベルのヒーローって調べれば出てくると思うんで。誰がアイアンマンだよお前。こんにちは、ステミタックルと言います。お願いします。はい、自己紹介しましょう。はい、はい、村田 K プロ所属の村田匠っていうものです。あの名前が村田匠っていうんで、あの1996年5月18日ちょうどなぜか生まれたんですけど、でそれで静岡県にちょっと降り着いた。あ、でこの子の面倒見てる山田です。お願いします。はい、どうもチャコールです。いや、こうやって紹介してもらえる機会があって、本当にこういう機会がもらえてありがたい。そうだね、ありがたい。これからもね、応援をね、よろしくお願い。何、そのひたむきにこれからも芸を頑張っていくから応援していただきたいっていうでも、そう、え、その声量でできたらよかったんに。お前お願いします。あれ来たよ。あれ来ないのか。あ、来た。さあ、パパパパイナップリン来た。ブータンのタラコ同様、楽しい仲間たちを3人、呼び寄せましてリモート生放送じゃないな、収録ラジオということでお送りしたいと思います。まあですね、まあ、コロナ禍の真っ只中で、まだね、この収録時は一応緊急事態宣言、東京都は解けてないという状況なんですけど、あの前回さ、森本とさ、テルミネ言ったけどさ、はい、僕も芸人初めて、なんていうの、こんなに仕事なくなったのが初めてでさ、はいはいはい、もうずっとバイトしてなかったんだけど、はい、うん、さすがにウーバーイーツ始めたって話したじゃん。はい、そうなんですよ、ウーバーイーツやってんの今俺。斉藤さんが。そうよ、あの極力人と会わないバイトじゃないと、あの心が病むからさ。
いやすごいっすよね。玄関開けたら斉藤さん、そうそう、そんでですね、今日、ウーバーイーツでこう運んでたら、なんかもう戸越銀座の行ったこともないような住宅街に自転車で、まあ、行くわけですよ、うん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 、そしたらこうすんごい入り組んだ住宅地で、うんうん、なんかアパート見えてるんだけど、そのアパートに行くにはこうぐるって回んなきゃいけないから、なんか地図を見るとこう人ん家の庭をショートカットしていくみたいなところがあったの、はい、でもちろんショートカットしちゃダメだから、ちょっとこうキョロキョロ庭に入ろうかなってしてたら、もうその家からバーンってこう、なんていうの、すごい恰幅のいいおばさんが出てきて、またウーバーイーツの人が入ってきてるって出てきまして、あ、いますよねそういう人ね、はあ、はあ、いますね。で、あ、これはやばいと思って、ただまあ普通の人だったらさっと逃げたりちょっと無視したりするんで、うん、僕やっぱりでもちょっともともとね、やばい人をモチーフにしたコントばっかりやってたやばい人、そうなんですね、やばい人ですしね、はい、そうそうそう、コント師だったので、うん、どちらかというとやばいって気持ちより興味の方が湧いちゃってそのおばちゃんに自ら近づいていってですね、おう、すいません、ちょっとあの今迷っちゃっててここに行きたいんですけどって言ったら、もう初めはなんかもうあの布団叩きを持って出てこられたんで超怖かったんですけど、おうおう、引っ越せ引っ越せって言われなかったですか？いや言われないよそれは、また別の人だよそれ、それ違う扇風機おばさんですか？扇風機おばさんでもないよそんなに顔腫れてなかったから、うん、おう、ああじゃないんだよそれでね、結局はまあそのおばちゃんをこう話すことによって、そのおばちゃんがだん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 分泌物が出てきて、やっぱり多分男性となかなか話してなかったのか分かんないですけど、最終的には親切に僕の手を引いて連れてってくれましたよ、その場所まで。びっくりした、俺最後セックスしたんかと思いましたよ。いや、いやだったら最高のオチだよ。いやだって分泌したって言ってましたもんね。いや、そう言い方がね、ウェットになってきたんでしょ。そうかな、うん、だからウーバーイーツしてて極力人と触れ合わないようにウーバーイーツしてたのに、あの今日ひょんなことから、うん、あのすごいご高齢の方と手をつないだっていう話ですね。濃厚接触してきたってことですね。そうですね。うわ、すごいですね。やっぱりアルバイトするのもいいもんだなってちょっと思いましたけども。話し家さんだ話し家さんじゃないよ、おい素人、おい素人 YouTuber ずっと聞ける、ずっと聞けるそういうのを一番売れてない芸人に言っちゃダメなんで、そういうのいや、ずっと聞けますもんその話まあ今日はね、あの前回集まった時に、うん、皆さん盛り上がっちゃって、せっかくブータンが初めて来てくれたのに、うん、ブータンをちょっと主役にできなかったんで、今日はですね、こんなコーナーを設けました。芸人から YouTuber になったブータンに何でも聞いてみよう、イエイエイ。ということで、いやです、いやですいやですじゃないよ俺は知ってるんだぞ、あのこの Zoom のオンラインが始まってもうブータンが以前の芸人のように流暢になってるのを気づいてるからな。何ですか？いや聞こえてるよ聞こえてるよ一番静かだったら今何怖いな。ということでですね、まあ僕も聞きたいことはあるんで、まあ伊藤森本もね、テルミも結構近い後輩じゃないですか、うん、はいはい、そうですね、一期しか変わらないですね、うん、そう、うん、でブータンとね一緒にご飯とかあるだろうけど、まあこうみんながいるとことかでしかないから、こうブータン個人に何かをこう直接一人に聞くなんてことはなかなか機会がないと思うんですよ。いや本当に貴重な機会、うん、ありがとうございます。そう、あれは嘘つけ嘘つけ、うん、嘘じゃないですよ、質問したくてしたくて、ね、したくてしたくて、うん、本当にないんだからこんな機会おタバコ唇すんぞやめなさいやばいやばい、出てきちゃう、出てきちゃう、そんなに前回好評だったやつやらないでください好評ちゃう、好評だったじゃあまあちょっと森本あたりからちょっと、じゃあブータンに聞きたいことなんかあれば、え、何でもいいんですか？何でもいいでしょうそれは。え、なんかあのまあ YouTuber になって、うん、いろいろコラボとかもこの前も言うてましたけど、そのラファエルさんがちょっとこう一緒に YouTube やったみたいな話もありましたけど、うん、あ、すするさんとね、すするさんね、あ、すするさん、あの
ラファエルは あんまり好きじゃないっていう YouTuber で言っただけだから。言ってない言ってない。仮面が怖い、仮面が怖くてどういう人か分かりにくいってだけ。今の森本は、森本はすごく悪いよ今のアシストは。続けてください続けてください。そのなんか、いやこの人めちゃくちゃ人良かったっていう YouTuber の方と、はいはいはい、うん、めちゃくちゃむしろ良かったけど嫌いになったっていうのを2つ教えてほしいんですけど、ね、いい方と悪い方。コラボは何回ぐらいしてんの？コラボ自体は僕はしたことないんですよ。僕の YouTube にすするさんが出てくださるっていう形で。すごいなそれな。すするさんのに僕が出たことはないんで。だって、まあ、お笑い界で換算したらすするってどのぐらいだろうね。もうフットボールアワーぐらいの位置にいるんじゃないの？どうですか、ラーメン YouTuber のトップなんで。じゃあ歌ネタのトップだからラニーノーズぐらいかな。じゃあ、いやもっとおるやろ、上上もっとおるわ。勝俣さんですね、勝俣さん。いやいやいや、もういややめなさいよ。半ズボン芸人の一番トップですもんね、半ズボン芸人。どうぞ。あ、なるほど。はい、半ズボン芸人。でも芸人ってライブとか収録とかでこう、はい、接触あるじゃないですか、一緒に。そうね、飲みに行ったりとか、うんうん、はい。まあ、僕が特別知り合う人数が少ないのもありますけど、多分 YouTuber さん同士って売れてないのないと思うんですよ、設定。売れてない人同士のコラボとか、だって芸人なんて売れてない人同士でユニットライブとかやるじゃん。あ、だから芸人でも僕がなくなっちゃったんで、芸人からも来ないし、YouTuber の方からもなんか接しにくいから来ないし、うん、僕はただ太って。太ってクソして寝るだけです。じゃあ今森本が、うん、した質問っていうのは非常に答えにくい質問だったってことですね。いや、まあ答えにくいというか、でもラーメン YouTuber のすするさんとか、うん、あと大食い YouTuber、はい、大食い YouTuber のラスカ、すするさんはどんな人やったんですか？すするさんはめっちゃいい人。やっぱそうなんだ。アイドル、アイドルですよ。あ、例えば一緒にさラーメンとかさ食べ行ってさ、はいはい、どっちがおごるとかあんの？いや一緒に行くことはないですけど、まあ、一応僕は年下、すすさんの方が年下ですけど、うん、まあ、さん付けで呼んでますね。まあそうか、なんかちょっと不思議な世界よね。上下関係も別にないし、先輩後輩とかもね、うん、別にいつ始めたかとか、うん、そういったもので決まるのか、うん、まあ、よくわからないですね。ラーメンイベントでラーメン屋さんよりすするさんのサイン会の方が行列すごいですから。うわ、そっちメインで言ってるんですね、みんな。じゃあもう、なるほどな。いやでもなんかちょっと質問とはね少しずれたけど、なんかちょっと YouTuber のね、うんうん、こう現実を知れたというか、うん、そうですね。なんか今 YouTube にね進出する人多いですから。テレビ局の人が言ってたんですけど、うん、なんか YouTuber の人はテレビ出演するとき、うん、めちゃくちゃやりにくいって言ってました。あ、そうなんだ。生意気というか。まあ自分たちでできちゃいますものね、ディレクターさんとかがやっていることをね。で、YouTuber の人ってほんまにめっちゃおもんないですもんね、実際やったら。あ、じゃあ一旦 CM 行きまーす。何ですか？トランキーロサブローと申します。僕のコントはドラマチックと笑いを足したらどうなるか、その答えはもちろんトランキーロ。あっせんなよ。どうもパンダユナイテッドです。チビデブアフロとチビハゲメガネのコンビでライブとかやってるんで SNS とか見てください。あ、相方のキクちゃん緊張して人って3回書いて飲もうと多いな。人が多い、やめて。人がここで混雑。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもパンダユナイテッドです。チビデブアフロとチ
ちびハゲメガネのコンビでライブとかやってるんで SNS とか見てください。あ、相方のキクちゃん緊張して人って3回書いて飲もうちょ多いな、人が多い、やめて、人がここで混雑、よろしくお願いします。ここよろしくお願いします。どっちにしようかな。さあ、ということで今日は、まあね、何回か来てくれたと思うんですけど、リモートラジオになっては初めて来てくれたんで、ブータンへの質問。じゃあ、テルミから。そうですね、なんかブータンさん、聞くところによると、うん、ズーム合コン参加されたんですって。ほう、そうやってますね。だから、ズーム合コンでもタラコ唇をしたのかという質問ですね。おい。これこれもっとこれに関してはもうラジオだから本当に何のことか分かんないからもっと掘ってくれよ。持ち上げめちゃくちゃ手前で、うん、ズーム合コンやってんだ。ズーム合コン 2,3 回やりましたね。それはやってるね、結構、はい、多いな。どうなん、どんな感じなの。俺ないからさ、うん、どうなんか実際私もないんですよ、うんうん、いや、なんかこうまず女の子が全員揃うのに、うん、40分かかりますね。いや、なんか、ズームの無料時間が。遅いな。そう、まず終わっちゃうんですよ、1回目が。うわ、ね。だって、ズームの無料時間って40分じゃない？はい。主催者はお金払ってないってことね。はい。そうそうそう、最初は、最初はね。で、まあまあ、まず揃うのに40分かかって。うん、そ, うでそれは何なの？化粧とかしてるってこと？いや、単純に、うん、あの、手間取るっていう。それどんなメンバーでやってんすか、ね、うん、そう、どんなメンバーでやってんすか、どういうメンバーでやってんすか、男女と同期とか後輩とか、あ、芸人仲間ですね。男性側はってことですよね。そうそうそう、芸人仲間で、その女性側は、うん、そう、どういう女性が来るかだけ教えて、種類。なんかアパレルとかさ、うんうんうん、あのアパレルをの派遣でアパレルのジムやってた人がお、今回この騒動で、うん、あの派遣ギリにやって、お、今無職って言ってますね。うわ、いや、あと俺今さ、普通の合コンと一緒じゃんってここまで出かけたけど、ちょっと違うね。そうですね。コロナ禍ですからね。あと、一人だけ外でやってくる子がいて、みんな部屋にいるのに外で携帯こう持ちながら。怪しい。うん、外でのは飲食店とかじゃなくて、うん、屋外ってことですか？普通になんか外で。うん、で、なんでって聞いたら、うん、失業保険、うん、失業手当をもらうために、うん、マイナンバーカードの申請を今しに行ってますって言ってましたね。の途中で合コンしてるんですか、その人は。そうそうそう。すごい貪欲さ。いや、褒め言葉で素晴らしい、まあ、ね、ちょっと外で今マイナンバーカード申請中だから今日はちょっと参加できないじゃなくて、うんうんうん、その時間も使って一つの出会いがあるかもわからない、そのチャンスをちゃんと逃さないっていう、 そ, う、ね、その生命力たくましいですね。いや、そんなやつ絶対やばいでしょ、それ。そんな貪欲すぎ、森本、森本、はい、やばいやつだったよ、はい。合ってたんかい。合ってるんだね、うん、合ってたんですね。あ、そうなんですね。でもなんかそのズーム合コンとかそのリモート飲み会とかで、一つ僕が何回も僕がやってるんですけど、飲み会は、うん、まあ、大概僕の年になると同期とか同級生とか、まあ、知り合い友達になるとさ、なんかみんな子供とかが移り込んでくるわけよ。あ、はいはいはい、うん、お家だから、うん、なんかみんなね、みんなほら、なんか、僕、ターチューンとか呼ばれてるからさ、ターチューンにほら、手振って、とか、うん、何々ちゃんとかやるわけ。うん、でも、やっぱ俺、そういうのないからさ、一人でずっとこの後ろ、はいはいはい、冬物のこのダウンをかかったこのバッグでずっとやってるわけよ。他にないですか、その。僕、すごくルームシェアで、すっごい安い家賃で住まわしてもらってるんで、なるほど、すごい物置みたいなところが自分の部屋なんで。なるほど、ね、はい、制限がかかってるわけですね。そうなんですよ、はい、なるほど、やっぱそうなった時に、うん、なんかこう普通に居酒屋で飲むと、あれはすごいファンタジーランドだったんだなって感じるというか、分かるよね、ちょっと居酒屋は空間は多分久しぶりに今度行ったら、うん、すごいファンタジー、もうディズニーランド行ったぐらいテンション上がると思いますよ。めっちゃ楽しいと思うよ、多分ね。
今になってわかる。そう確かに、うん、いやこれだって別に楽しめるんだけど、はい、うん、なんかこうどこか正気を保ったままというか、うん、そうですね、はいはい、そうだからブータに聞きたいのはその正気をある程度みんな保ったまま、はいはい、このあとワンちゃんもないわけじゃん、このあとそのままホテルに連れ出すもないわけじゃん、あとそうなんすよ、テーブルの下で膝に手を置くとかね、エロちょっとトイレ、ちょっとお手洗い行ってきますで隣の人の肩をにちょっとね触るとかないわけですもんね、うん、ないわけでしょ、うん、エロ唾出てくるよなんで美味しそうやと思ったんや、でデブの方じゃないですかそれその時にデブの唾なんかい、うん、今の話でエロって思うんだったらブータンはリモート合コンが多分一番おあつらい向きだわそうですね、いやだからどうなのかなと思ってそれだ僕もそのなんか続かないし終わりもないんですよ、 なんて言うんだろうな、そうよな、そうよな、うん、うん、なんか約束しても、うん、みんなで絶対このメンバーで集まろうみたいな約束したんですよみんなでね、はいはいはい、でもその確率はめちゃくちゃ低いじゃないですか、いや絶対低い、はい、いやいやそれはでもねこの期間が明けたらリアルで集まればいいじゃないですか、うん、あるかな、LINE グループみたいなのはできてないんですかできてない、わ俺が入ってないかもしれない、ええあら、でもリモート合コンとかってでも、うん、女の子とか家で撮ってるわけじゃないですか、うん、そうね、じゃあそのほんまに一瞬で家の感じと部屋着とか女の子の、うん、その普段の生活一瞬でその画面として見れるから、わかるわかる、いい場面もありますよね、でもそういうとこでは確かに、なんかそういう遊びはありますよ、なんか冷蔵庫見してよとか、あーいいですね、エロ、うん、エロくねえだろ、唾出てくるんだろいやさあここでさあなんで美味しそうやと思ったスペシャルタイムということで来ました、来たタイムでございます、さあ本日森本拓也、ミナクルの森本拓也の嫁さんは出てくるかどうか、森本くん呼びかけてみてください、お願いします、どうぞいや本当に呼んでる、本当に呼んでる本当にイヤホン外して呼びに行ったさあ出てくれるかどうか、斉藤さんは会ったことあるんですもんね、僕は一緒にご飯も食べたことあるんで、へさあどうでしょう森本くん、どうですか今回出演 OK ということで、OK はい、じゃあ、いきなりね、アポ取れましたんで、はい、声はちょっと声まで出すとちょっとプレッシャーかかると思うんで、そうですね、ラジオなんだけどチラッと映って手を振っていただくっていう後ろでそれだけお願いしましょう、わかりました、僕の後ろに立って、はい、手を振って3秒ぐらい手を振っていただきました、てるみさん見れますよ、やったー、じゃあ森本君のどんだけ待ち望んだことかじゃあはい、紹介してください、去年結婚しました僕の奥さんです、どうぞ、さあ3秒ぐらい3秒ぐらい3秒ぐらい、あわあかわいいんかいはい終了でございます、ありがとうございます、おもっとましたもっともっとちょうだいよ、もっともっとむつさんよだれ出てますよ、もっといやあのブータンブータン、はい、森本嫁チャーシューじゃないからこの話もね、森本くんはごめんごめんつってね、いや本当にありがとうございますよ、本当に顔ちっちゃかったでしょテルミ、顔ちっちゃかったですね、ね、強いあのヒエラルキーのトップにトップの方のあれ言い方わかる、この女子校とかでそうそうスタイル言い方ヒエラルキーの上の方の方やってバスケ部女子バスケ部、最後僕からの質問いいですか、違います、ああ最後僕からの質問ね、あのちょっと支援またいで答えてもらうかもしれないですけど、あ全然いいですよ、ブータンはですね、僕がこのラジオもやってるワルポ放送局でレギュラー持ってたりもしてですね、まあアイドルのイベントの司会とかやったり、僕はもうブータンは僕の後輩の中では一番司会が上手だと思ってるんですよ、ありがとうございます、本当に でもなんか YouTuber になってこうなんていうんですかね、こういろんな紆余曲折あるのは僕は一重に思ってるのはですね、ブータンはすごい一部の人にめちゃくちゃ好かれるとかもなく、じゃあ嫌われるでもなく、すごいこうみんなに平らに接されてる人だなってずっと思ってきたんですよそこについてどう思いますかっていうのを、いや2秒しかないよ嘘でしょ
シャン。どうもーパーシングステップです。僕が元神奈川県警某警察署地域課勤務しておりました小松です。はい、そしてこちらが土井内です。はい、経歴だけでも覚えて帰ってください。いや俺何もねえじゃねえか。優勝しました。どうもー、小原と角まで。マジカルギャラクシーだぞ。お願いします。みんなのハートにマジカルビーム。はい。皆さん心配しないでください。ん？キャラでやってます。言っちゃうタイプなんですよ。すいません、どうか我々の応援よろしくお願いします、ね。お願いします。ありがとうございます。どうもネコロガールと申します。お願いします。臭くて汚ねえライブハウスから来ました。お前紅白の時のサチモスすんなお前は。ねえ寝転がると申しまして、膝つきと佐野でやらせていただいております。まあ、今日は僕たちの名前と彼がカルパスを置かずにご飯を食べることだけでも覚えててください。ヤバ人間じゃねえか、覚えてください。はい、ということでもうエンディングなんですけど、僕からの質問いいですか、ブータン。はい、ブータンは僕が長年見てきた周りの接してるスタッフさんとかも含めて、だから特に誰にも嫌われてるもない、好かれてる感じもない、そういう人だっていう僕の結論なんですけど、それについてどう思うかお答えいただきたい。多分ですけど、はい、八方美人ありがとうございます、ありがとうございますあの解決しました。大丈夫ですかこれで。すっきりしました。なるほどね、八方美人。もっと僕は話したいんですけどそうですね、時間があればもっと時間があればでも残念ながらもうエンディングで1 2分切ってるんでごめんなさい。悔しいですここでね、ここで加藤さんを出すっていう、ここで先週の伏線だったんですね、あれね、うん、そうだね、ちゃんと全部伏線回収しましたね、今ブータンが、はい、ありがとうございます。さあということで皆さん、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあこの状況ですから、あの告知とかはないと思うんですけども、まあ例えばまあ自分が今置かれてる状況で、なんかこうコロナのこの騒動が明けたらこんなことやりたいと思ってることあれば、誰かいますか、なんかこんなんしたいなと思ってるとか。マチコンっすねあいいね、マチコン、すごい ね、どこの街でやるんだよそれ。わかんない、恵比寿とか。あ、いいね。ね、恵比寿のマチコンっていうだけでちょっとビール飲みたくなってくるじゃないですか。いやいいし、ね、IT、 IT、 IT のやつ来るよ、 IT のやつ、 IT のやつかまあまあそういうことになりますよね。ねえ、でもちょっとリアルでね、会いたいですよね、うん、あの別にやりたいことはないですけど、昔、うんうん、渋谷のマチコン行って30分間ずっとエピソードトークさせられたことありますね、うんうん地獄やな。相変わらずで、森本君はどうですか、事務所所属してすぐこの状態になりましたけど。 でもなんかこのコロナ期間にもう一個ちょっと やってみたいというか、うん、期間中にやりたいことがペン字をちょっとね、うん、やりたいなっていう、ペン字を練習したいなっていうのはありますね。ユーキャンかなんかで、ユーキャンかで、はい、僕ちょっと一瞬考えてますけど。まあでもね、こうやってポジティブに捉えてきて、はい、絶対だって森本なんかペン字普通に生きてたらやんなかったんだよ一生。いやそうなんですよ、うん、そうよね、うん、この感じでやってんのもちょっと面白いかなっていう。はい、まあ、ということで本日は皆さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。こんな格好ですいません、トランキーローサブローと申します。この格好を見てどうせキャラ芸人でしょと思ったそこのあなた、まだまだカブロンですよ。え、じゃあどんなネタをするのかって、その答えはもちろんトランキーロー。あっせんだ。どうもスタミナパンの落とし穴高です。どうもマーボーです。ギャグやります。 L 逆 L L逆 L 逆 L、 それは W。 ああ確かに。どうもパンダユナイテッドです。
チビデブアフロとチビハゲメガネのコンビでライブとかやってるんで SNS とか見てください。あ、相方のキクちゃん緊張して人って3回書いて飲もうと人が多いな、人が多い、やめて、人がここで混雑。よろしくお願いします。ここ、あ、よろしくお願いします。